ユーロビジョンソングコンテストは欧州放送連合加盟放送局によって開催される毎年恒例の音楽コンテストである。ユーロビジョンソングコンテストでは各国代表のアーティストはそれぞれ生放送で自らの楽曲を披露し引き続いてそれぞれの参加国が他国に投票して大会の優勝者を決定する。各国代表の参加者は欧州放送連合に加盟する。 全国網の放送局を通じて大会に参加しており、放送局は自国代表のアーティストと楽曲を決定し、また自国の視聴者に大会を生中継する。大会は1956年の第1回大会以降、毎年開催されており、世界的に見ても長寿のテレビ番組の一つであり、その視聴者の数も1億人から6億人程度と見積もられている。2015年、 最長10年度テレビ音楽コンペティションとしてギネス世界記録に認定される。カナダ、中華人民共和国、エジプト、インド、日本、ヨルダン、メキシコ、ニュージーランド、フィリピン、大韓民国、台湾、イ王国、ベトナム、ウルグアイなど大会に参加していないヨーロッパ域外の国々でも放送されたことがあり、2000年以降は公式サイトより インターネットでも中継されている。ただし、エブ放送圏外での知名度が低く、ヨーロッパとの文化の類似性が強い北米でも知らない、人が多い。この大会をテーマとする米国映画、ユーロビジョン歌合戦、ファイアサーが物語の監督、デビッド・ドブキンも、脚本を読むまでに、大会の名前すら聞いたことがないと言った。冷戦時代の1977年、 共産主義国の放送局を中心とするインタービジョンがユーロビジョンソングコンテストに習ったインタービジョンソングコンテストを開催したが4回で終了した。1950年代第二次世界大戦後の復興が進んでいたヨーロッパでスイスに本部を置く欧州放送連合は加盟国が一体となっての明るいエンターテイメント番組を模索するべく臨時委員会を立ち上げた。 1955年1月にモナコで開催された委員会ではスイステレビジョン会長のノマルセルブザンソンによって加盟放送局によって全参加国に生中継されるテレビ番組による国際的な歌唱コンテストを開催する案を取り上げた大会はイタリアで行われていたサンデモ音楽祭を原型としているこの案はまた 大規模な生放送の技術的な試験でもあった。当時、多くの国々が共同して、広域的、国際的な通信網を築くことは、挑戦的な計画であった。当時衛星放送は存在せず、ユーロビジョンネットワークと呼ばれる地上でのマイクロ波中継があるのみであった。ユーロビジョングランプリの案は、1955年10月19日に、 ローマで開かれた欧州放送連合の総会で採択され、初の大会が1956年春にスイスのルガーノで開催されることが決まった。ユーロビジョンの故障は1951年にロンドンイーブニングスタンダードでイギリスのジャーナリストジョージ・キャンピーによって初めて使われた。初のコンテストは1956年5月24日に スイスのルガーノで開催された。7カ国がそれぞれ2つの楽曲をエントリーし、合計14曲によって競われた。この大会は、ユーロビジョンの歴史上で唯一、各国が複数の曲をエントリーした大会となった。翌年以降の大会では、1国につき1曲とされた。1956年大会で優勝したのは、開催国のスイスであった。番組は初め、 ユーロビジョングランプリと呼ばれていた。グランプリという故障はフランス語圏の国々によって採用され、フランス語では初め、ルグランプリユーロビジョンドラシャンソンユーロペンヌと呼ばれていた。その後、グランプリの故障がコンテストに置き換わると、フランス語圏ではこれに対応して、グランプリからコンクールに改められた。ユーロビジョンネットワークは、 欧州放送連合によって企画された特別なイベントの他にも多くのニュースやスポーツ番組を国際配信している。しかし多くの一般大衆にとって単にユーロビジョンといえばユーロビジョンソングコンテストを想起する。大会の形式は長年にわたって変更を重ねてきているが基本的な構成は次の通りである。まず各国が参加する楽曲を決め、 その曲が生で披露され、欧州放送連合によってその様子がすべての参加国に同時中継される。参加する国はその国にあるエブ加盟放送局によって代表され、多くの場合はその国の公共放送である。大会はいずれかの参加国が主催し、会場から主催国の放送局までが中継で結ばれる。大会ではべての参加国が楽曲を披露した後、 各国の放送局は、自国以外の参加局に対する投票を実施する。自国への投票は認められていない。最後に、最多得点を得た者が優勝者として選ばれる。優勝者には、特に何かが与えられるわけではないが、一般的にその作詞者にはトロフィーが贈られ、また優勝国は、次回大会の主催権が与えられる。司会者の数は、特に定まっておらず、 一人あるいはそれ以上の司会者によって大会が進行される。主催国は多くの場合、国内外から訪れる多くの観客の受け入れや、そのための施設が整っている首都に会場を置くことが多いが、首都以外で開かれることもある。楽曲の披露と投票までの間には、幕合の見せ物が披露される。その内容は毎回様々に異なっている。 幕合に登場したものとしては、1974年大会のザ・ワンブルズや、1994年大会のリバーダンスの初の国際的な催しへの登場などがある。大会の放送の前と後に放送されるテーマソングは、マルカントワーヌ・シャルパンティエのテデウムのプレリュードである。大会の決勝は、通常、春季のいずれかの土曜日、 中央ヨーロッパ夏時間の21時から行われる。5月の土曜日が選ばれることが多いが、1956年大会は木曜日であり、また最も早い場合3月に行われることもある。2004年以降、参加を希望する国の数が増えたことに対応し、準決勝が導入され、決勝が行われる土曜日と同じ週の平日のいずれかに行われている。大会に参加できるのは、 欧州放送連合の聖加盟局である。エブの聖加盟局となるのは、欧州放送地域の域内にあるか、欧州評議会の加盟国にある放送局とされている。欧州放送地域は、国際電気通信連合によって、次のように規定されている。欧州放送地域は、西は、第一地域の境界まで、東は、グリニッジ統計40度まで、南は、 北緯30度までであり、よって、サウジアラビア北部並びにこの内側に入る、地中海沿岸諸国の一部分が含まれる。加えて、アルメニア、アゼルバイジャン、ジョージア、並びに、イラク、ヨルダン、シリア、トルコ、ウクライナの境界外の領土も欧州放送地域に含まれる。欧州放送連合の正規加盟放送局は、それぞれ自国において、 放送受信装置を持つ世帯の98%以上が受信可能でなければならない。欧州放送連合の正規加盟放送局が大会への参加を希望する場合、コンテストによる参加規定を満たさなければならない。2009年の時点では前年の大会を放送していること、規定の締め切り日までに欧州放送連合に大会参加費を支払うことが条件とされている。 大会故障にユーロとあるが地理的にヨーロッパにあることは大会参加の要件ではなくまた欧州連合とも関係はないこのため地理的にヨーロッパにない国も実際に大会に参加しており西アジアのイスラエルキプロスアルメニアがそれぞれ1973年大会1981年大会2004年大会から 遠く離れたオセアニアのオーストラリアが2015年大会から北アフリカのモロッコが1980年大会に参加している。加えて1975年大会から参加のトルコ、1994年大会から参加のロシア、2007年大会から参加のジョージア、2008年大会から参加のアゼルバイジャンといった 複数の大衆にまたがった国も大会に参加している。以下に過去に1回以上大会に参加した国の一覧を示す。1956年以降の参加状況、1回以上の参加歴あり、参加資格を持つが、参加歴なし参加を試みたが、参加歴なし参加国はそれぞれ毎年、自国代表として一曲を選び、大会に参加する。 この例外となったのは1956年の初回大会であり、各国はそれぞれ2曲を大会に参加させた。大会前の規定の日時より前に公開された楽曲は代表曲として大会に参加させることはできない。国によっては複数の楽曲が競い合う国内大会を公開で開催し、その中から自国代表を選出することもある。 スウェーデンの国内選考であるメロディーフェスティバーレムはストックホルムで行われる決勝に先立って大勢の観客が集まる会場で三十二の楽曲が四回の準決勝に分けて披露される。これはスウェーデンで最も視聴率の高い番組となっている。スペインではリアリティ番組オペラショントリウンホが二千二年から始まりその最初の三シーズンの優勝者がスペイン代表として ユーロビジョンに参加する。代表曲の選出方法に関わらず、大会規定の締め切り日までに曲を選定し、欧州放送連合に必要事項を提出しなければならない。原則としては、前年の優勝国で開催されるが、極わずかに例外がある。また、2015年以降、オーストラリアも参加国となっているが、オーストラリアが優勝する場合、時差の関係で開催地は、 南半球ではなく、ビッグ後のドイツか、イギリスにするという欧州放送連合の約束がある。大会に要する費用の多くは、スポンサーからの趣旨と、参加国からの参加費用で賄われている。コンテストの主催は、主催国の観光宣伝の絶好の機会となる。ウクライナが大会を主催した翌年、2005年の夏、同国は欧州連合からの入国者に関して、 作唱を免除とした。ストックホルムグローブアリーナ2000年大会と2016年大会の会場大会が終わった直後から次の大会の開催の準備が開始される。受け入れ能力や施設の関係から多くの場合、主催国の首都で開催されることが多い。過去最大の会場となったのはデンマークで開催された2001年大会であり、この時は コッペンハーゲンのサッカー競技場、パルケンスタディオンが使用され、およそ3万8000人の観客が集まった。これまでで最も小さい開催都市は、アイルランド主催の1993年大会でのことであり、開催地となったコークケンミルストリートは人口1500人程度の村であったが、会場のグリーン・グレンズ・アリーナは8000人の観客を収容可能である。周辺に、 ホテルや報道設備があることは開催地を決める上で必ず考慮される。2005年のキエフでは宿泊施設の不足が深刻であり、大会主催者はウクライナ政府に対して大会関係者やパッケージツアー以外の宿泊予約を差し止めるよう求め、多くの個人宿泊客が予約をキャンセルされた。ユーロビジョンウィークとはコンテストが開催される週のことである。 ユーロビジョンソングコンテストはライブで行われるため、円滑な進行のために参加アーティストは各自、それぞれのライブパフォーマンスをリハーサルしておく必要がある。加えて、アーティストたちは実際の会場を使って練習する機会もある。大会の前に参加アーティストはそれぞれ時刻でリハーサルを済ませ、その後大会の行われる開催地に移る。このため、本大会が始まる前から、 マスコミや監修はアーティストたちのパフォーマンスや動向を見られる。主催者は大会参加者のためにホテルを指定し、また会場に移動するためのシャトルバスを用意する。それぞれの参加放送局は代表団長を選出する。代表団長は代表団の活動を調整し、欧州放送連合に対して大会開催地における自国代表としての役割を果たす。代表団には、 出場アーティストや作詞者、作曲者、公式プレス関係者に加え、オーケストラの生演奏を伴う場合は、その指揮者などが含まれる。また、必要に応じてコメンテーテーも代表団に含まれることがある。コメンテーターには、会場の観客席の後ろに設けられたコメンテーター席が用意される。2006年大会でリハーサルを行うエストニア代表、かつて代表団は、 大会一週間前の日曜日に開催地入りし、大会の週の月曜日のリハーサルに参加するのが通例であった。しかし、準決勝の導入によって参加国の数が増えたことから2004年からはリハーサルは大会の前の週に行われるようになった。準決勝に参加する諸国は大会前の週の木曜日から日曜日にかけてリハーサルを行っており、 一国につき二回のリハーサルが認められている。準決勝を経ずに決勝に進む国は大会の週の月曜日と木曜日にリハーサルを行う2006年大会のスイスによる記者会見参加各国がリハーサルを終えた後、各国の代表団は大会の監督に会いリハーサルの映像をもとに議論を行う。この時代表団長は 監督に対してパフォーマンスのために必要な特別な求めがあれば、それを伝え、主催放送局に手配を求める。この会合の後、代表団は記者会見を行い、著名なメディアの関係者が集まって代表団に対して質問を行う。リハーサルと記者会見は並行して進められる。そのため、ある国が記者会見を行っているとき、 次の国が会場でリハーサルを行っている。記者会見での質疑の要約は書面化され、ジャーナリストのピジョンホールズに投稿される。準決勝の前に、本番同様の衣装で完全なリハーサルが1回以上行われる。大会のチケットは不足しがちであることから、この最終リハーサルも観客に公開され、チケットが発売される。また、準決勝が終わった後、 決勝の前にも同様の完全なリハーサルが2回以上行われる。通例、ユーロビジョンウィークが始まる月曜日に市長のレセプションが開かれ、開催地の市長が大会の主催地となることを祝福する。この会は通常、自治体の所有する市中心部の施設で行われる。すべての代表団が招待され、ライブ音楽や食事が提供される。また、 花火が打ち上げられることもある。準決勝と決勝が終わった後には、アフターショーパーティーが開催される。パーティーは会場で行われることも、市内の別の場所で行われることもある。ユーロクラブは、ユーロビジョンウィークの間、毎晩開かれる、ユーロビジョンをテーマとしたナイトクラブであり、大会関係者が招待される。ユーロビジョンウィークには、この他に、 各国の代表団が独自のパーティーを開催することも多かったが、2000年代に入ってからは、こうした催しは、ユーロクラブに集約化される傾向にある。大会の投票システムは何度か変わってきている。現行の投票システムは1975年から始まったものであり、ボルダ得点方式が取られている。各国は、1点から8点までの獲得点及び10点と12点を、 他国の曲に与える。この時、12点を最高として、評価の高い曲により高い得点を与える。かつては、他国の楽曲に与える得点を決めるのは、各国から選ばれた審査員であったが、1997年には5つの国が視聴者による電話投票を取り入れ、自国の視聴者が選考に加われるようにした。この試みは成功し、 1998年からは、すべての国に対して視聴者投票を導入するよう求められた。その後も、電話投票ができなかった時のために、予備審査員が指定されている。ショートメッセージサービスの普及に伴って、これが電話投票と併用されることも多くなってきている。審査員投票、電話投票と SMS による投票のいずれの場合でも、自国に投票することはできない。 それぞれの国の各局と幕合のパフォーマンスが終わった。後各国から与えられる特典が確定すると、大会の司会は順に、各国の特典発表者と連絡を取り、その国の投票結果の発表を求める。1994年までは、司会が特典発表者と電話をつなぎ、その音声が会場やテレビ放送に中継されていた。衛星通信技術の発展に伴い、 1994年からはテレビ中継となり、それぞれの国の特典発表者の映像が映し出され、特典が発表されるようになった。特典発表者は、それぞれ自国の風景を背に、その国からの特典を読み上げることが多い。また、特典発表に加えて短いメッセージを述べることも多い。各国からの特典発表は、特典の低い方から照準で発表され、 最後が最高得点の12点となる。得点発表は英語、またはフランス語で読み上げられ、司会者によってそれぞれ、フランス語、または英語で繰り返される。司会者によって高らかに、ルーズポワンと繰り返されるシーンは、大会の風物詩となっている。1957年から2003年までの間、得点の発表の順は、大会でのパフォーマンスの順と同じであった。 2004年大会で準決勝が取り入れられてからは、決勝に参加していない国も票を投ずることになるため、この方式は変更されることになる。2004年には ISO3166 から1によるアルファベット順で発表された。2005年には準決勝で敗退した国が、準決勝のパフォーマンスの順でまず発表し、その後決勝参加国が決勝でのパフォーマンスの順に発表した。 2006年以降はくじ引きで発表順を決めるようになった。1971年から1973年までは各国それぞれ2人の審査員が大会会場に入りカメラを向けられて得点を発表していた。1973年、スイスの審査員の1人は激しいジェスチャーで派手な発表を披露した。翌年からこの方式は使われなくなった。 1956年には得点発表は公開されず審査員は単にスイスが優勝したことのみを告げた。1957年から1987年まで得点はステージ横に置かれた実物のスコアボードに掲示された。デジタル技術の進歩により1988年からは大会監督の指示によってテレビ画面上に映し出される電子的なスコアボードに 置き換わった。参加国の数が増大する中で、2006年、欧州放送連合は時間節約のために、各国からの特典読み上げの簡略化を決定した。これ以降、すべての特典を読み上げることはされなくなり、1点から7点までは自動的に画面に表示され、8点、10点、12点のみを読み上げる方式に変わった。また、2016年の改革により、 各国からの審査員病の特典の読み上げは12件のみとなり、その後に会場の司会者による大衆投票の点数を発表するようになっている。投票は欧州放送連合の投票検査人によって監督されており、すべての得点が正しく配分されていることが確認される。検査人は投票順序の最後の5国の投票結果を事前に知り得る立場にあり、 これによって、例えば他国による得点配分を見てから自国の得点配分を変えるといった不正な戦略投票行為を防いでいる。1969年、フランス、スペイン、オランダ、イギリスの4カ国が同得点で首位となる事態が起こった。この時は同点首位の場合の規定がなかったために4カ国すべてが優勝者とされた。これに対して、 他の参加国から大きな不満が上がり、翌年の1970年大会では、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、ポルトガルが抗議のために欠場した。このため、欧州放送連合は、同点主位の場合の優勝者決定の規定を導入した。2018年の時点で、現行の方式では、同点で主位に並んだ場合には、 主位となった国々がそれぞれ何カ国から1点以上の得点を得ているかを数え上げ、最も多くの国から得点を得ている国が優勝国となる。もしそれでも、なお同数であった場合は、最大得点である12点を多くの国から得ている国が優勝国となる。なお同数であった場合は、次に10点を多く得ている国が、次で8点を多く得ている国を優勝国とし、以下同様である。 まず起こりそうにないが、それでも、なお同数であった場合は、パフォーマンスの登場順の早い方が優勝国とされる。この方式は、首位だけでなくすべての順位に対して適用されるようになり、2カ国以上が同意で並ぶことはなくなった。1969年大会以降、2018年大会までで複数の国が首位に並んだのは1991年のみであり、この時は、 フランスとスウェーデンが146得点で並んだ。1991年当時は1点以上の得点を多く得ている国を優勝とする規定がなく、まず12点を多く得ている国が優勝とされることとなっていた。この時、フランスとスウェーデンは共に4カ国から12点を得ていた。しかし、スウェーデンはより多くの国から10点を得ていたため、スウェーデンが優勝国とされた。 もしも、現行の規定が、この当時から導入されていたら、フランスが優勝国となるところであった。ユーロビジョンソングコンテストに参加する国々には、多くのルールが課せられる。ルールは多岐に及んでおり、毎年寄贈される。ルールでは、参加に必要な各種の締め切り日などを定めており、例えば参加を希望する国々の放送局が、参加楽曲を収録した媒体を、 欧州放送連合に提出する期限などが定められている。スポンサーに関する規定や参加放送局に一定の時間内で大会を中継する義務を課す規定などもある。中でも大きなインパクトを持つ大会の形式に関する規定は何度も改定されている。1958年大会では優勝国が次回の大会を主催する規定が定められ、 2020年現在はオーストラリア以外の国に適用される。1957年大会の優勝国はオランダであり、オランダの放送局は1958年大会の主催を了承した。しかし、以下の大会では前年の優勝国以外の主催となっている。費用負担を理由とした主催権放棄は主に、その放送局が過去2年以内に一度主催していることによる。 1981年以降、2020年までの時点ですべて前年の優勝国による主催となっている。すべての歌唱は生で歌うことが義務付けられている。バックトラックに声を入れることは認められていない。1999年大会では、クロアチア代表のドリス・ドラゴビッチの楽曲のバックトラックに人間の声が入っているという疑いが持たれた。クロアチアの代表団は、 バックトラックに人間の声は入っておらず、デジタル的に合成した音声が含まれているだけだと主張した。しかし欧州放送連合は、クロアチア側がルールの精神を破ったとして、翌年以降の参加の可否を決める際に用いる過去5年間の平均得点を算出する際に、この年のクロアチアの得点から33%を減ずると決定した。 1956年から1998年まで主催者は参加者のために伴奏を生で提供するオーケストラを用意する必要があった。1973年以前はすべての音楽を主催側が用意したオーケストラが演奏することが定められていた。1973年以降は事前に録音したバックトラックの使用が認められるようになったが、 その後も参加者がオーケストラによる演奏と録音済みのバックトラック等を選べるように1998年まではオーケストラが用意されたもしバックトラックを使用する場合使用されるすべての楽器がステージに上がることが義務付けられていたがこの規定は1997年に廃止された1999年からは 主催側がオーケストラを用意する義務はなくなり、主催者の任意とされた。この年の大会を主催したイスラエル放送局は、経費節減のためにオーケストラを用意しないことを決定し、すべての楽曲が事前に録音されたバックトラックと共に演奏される初めての大会となった。それ以降2019年大会までオーケストラは使用されていない。しかし、 2021年の大会は新型コロナウイルス感染症の流行の下での開催であるためルールが変更されバッキングボーカルの事前録音が許可されるとなった参加する楽曲の歌詞に使う言語に関する規定は幾度か改められてきている1956年から1965年までは歌詞に用いる言語については何も定められていなかった しかし、1966年に参加国の公用語を用いることが定められた。歌詞で使用する言語を参加国の公用語に限る制限は、1973年に再び解除され、参加者は自由に言語を選ぶことができるようになった。1970年代半ばの大会では、英語を公用語としない国々の参加者も、英語を使うことができたため、 1974年の優勝者であるスウェーデンのアバをはじめとして、非英語圏からの参加者には大きな恩恵をもたらした。1977年、欧州放送連合は再び言語制限を取り入れることを決め、この時点で、すでに国内選考が進んでいたドイツとベルギーは、特例として例外扱いするものとした。1999年、言語制限は再び廃止され、 自由に歌詞の言語を選べるようになった。このため、2003年のベルギーの代表曲、サノミのように、架空の言語で歌うことも可能となった。2006年のオランダ代表曲、アマンバンダでも、英語とともに、架空の言語が使用された。2008年のベルギー代表曲、オージュリシーでもまた、架空の言語が使用されている。すべての参加放送局は、 番組を全編にわたって放送することを義務付けられ、すべての参加者の歌唱と、そのダイジェスト、投票と受賞式まで放送しなければならない。唯一の例外として、宣伝放送のために定められた時間帯に、番組の代わりに、各放送局が宣伝放送を入れることが認められている。1999年以降、宣伝を挿入したい放送局のために、 幕愛に重要ではない短い映像を流す時間が設けられた。国家承認に関する政治的問題について1978年、イスラエルのパフォーマンス中、ヨルダンの放送局 JRTV は放送を中断し、花の映像を映し出した。投票の時にイスラエルの優勝が確定的となると JRTV は中継を突如中止した。その後、 ヨルダンのニュースメディアは、イスラエルの優勝を報じることを拒み、実際には2位であったベルギーを優勝国と報じた。2005年、レバノンが大会への参加を希望していた。しかし、レバノンの法律では、イスラエルの存在を認めることを禁止しており、レバノンは、イスラエルのパフォーマンスは中継しない予定であった。しかし、そのような行為は、大会規定に反するものとして、 欧州放送連合から認められず、レバノンの放送局は大会参加を見送らざるを得なかった。レバノンはすでに参加申請をしていたが、申請の締め切り後に辞退したため、レバノンには罰金が課された。1956年の初の放送では、一局の時間は3分半以内が望ましいとされた。1957年、抗議があったにもかかわらず、 イタリアは興奮9秒に及ぶパフォーマンスを行った。このため、1曲を3分以内とすることが義務付けられた。1957年から1970年まで、ソロ歌手のみが参加できる規定となっていた。1963年からは、3人以内のコーラスが認められるようになった。1971年から、 6人以下のパフォーマーの参加が認められるようになった。欧州放送連合は参加者の国籍に関する規定を定めていない。しかし、各国の放送局が独自の判断で自国代表を自国民に限ることは認められている。1990年以降、参加者の年齢は16歳以上と定められた。パフォーマンスや歌詞は大会に悪評をもたらすものであってはならない。 されている1992年大会の参加国赤で着色されているユーゴスラビア社会主義連邦共和国は1991年大会への参加を最後に解体し1992年大会ではセルビアとモンテネグロからなるユーゴスラビア連邦共和国としての参加となった1994年大会の参加国中央ヨーロッパ 東ヨーロッパの国々やユーゴスラビアから独立した国々からの参加が増え、1992年大会とは参加国の分布が大きく変わっているユーロビジョンソングコンテストに参加する国々の数は概ね増加を続けており、1956年には7カ国であったものが1980年代後半には20カ国を超えるようになった。 1993年には25カ国からの参加があり、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の解体によって、ボスニア・ヘルツェゴビナやクロアチア、スロベニアが独立国として初めて参加した。大会は生中継で放送されるため、時間の制約を守らなければならない。規定の上では、大会放送時間は3時間以内とされている。しばしば大会が、 予定時間を超えて中継が延長されることも起きている。1993年以降、大会への参加を希望する国が増え、すべての参加希望国を時間内に放送することが難しくなってきた。本戦に参加できる国の数を一定数に絞るために参加制限や予選などの方法が試みられてきた。1993年のコンテストでは、 旧社会主義地域の国々は、クバリフィカツヤザ、ミルストリートと銘打って、リブリナで行われる予選にまず参加し、本戦への出場権が争われることとなった。ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、エストニア、ハンガリー、ルーマニア、スロベニア、スロバキアがこの予選に参加し、ユーゴスラビアから独立した、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、 スロベニアの参加国が本戦への出場を決めた。さらに、この年の大会から参加制限が導入された。1993年大会で予選落ちした国々などにも門戸を開くため、この年の大会で順位の低かった国々は、翌年大会へは参加できないとが決められた。1994年大会では、リトアニア、ポーランド、ロシアが初参加となった。 1994年、1995年大会でも同様の参加制限が設けられたが、1996年からは別の予選方式が導入され、ほぼすべての参加国が予選に加わることが必要となった。この時の方式では、まず本大会の数週間前に各参加局を収めたオーディオテープが各国の審査員に送られる。そして、 各国の審査員によって本選に参加できる楽曲が選ばれる。1996年大会の主催国となったノルウェーは自動的に本選参加が認められており、予選からは除外された。1996年大会で本選参加を逃した国の一つはドイツであった。ドイツは欧州放送連合の最大の資金拠出国の一つであり、ドイツの不参加は 資金難につながった。1997年から2001年までは過去5年間の大会順位の平均によって大会参加の可否が決められた。しかし、どれほど良い曲を準備したとしても単に過去の順位が低いだけの理由で大会に参加できないという罰を受けることに対しては大きな不満の声が上がった。欧州放送連合はこの問題に対してより高級的な 望まれる解決法を模索した。そして、予選と決勝の二つの賞を行うことが決められた。賞を二つにすることによって、すべての参加希望国が参加でき、現実的な時間内に放送できる大会が実現可能となった。予選は、ユーロビジョン準決勝と呼ばれるようになった2000年より、前年までの順位などに関わらず、イギリス、ドイツ、フランス、 スペインの4カ国には自動的にユーロビジョンソングコンテストの本戦決勝進出が認められるようになった。これらの国々は欧州放送連合の主要な資金拠出国であり、彼らの存在なしにはユーロビジョンソングコンテストの実施は難しい。これらの国々はその特例扱いのためにビッグ4と呼ばれている。2010年12月31日、 イタリアが2011年大会以降、自動的に決勝に進出することが認められるようになり、ビッグ4はビッグこと呼ばれるようになった。これはイタリアが1998年から2010年、大会まで参加していなかったためである。2004年大会からは、準決勝と呼ばれる予選が導入された。当初、準決勝は、ユーロビジョンウィークの水曜日に行われ、 協定世界時で土曜日の19時から行われる決勝と同様の形式で行われた。準決勝で順位の高かった参加局は決勝への進出が認められ、順位の低かったものはそこで敗退となる。2005年から2007年までは準決勝は木曜日に行われた。自動的に決勝進出が認められているビッグ4を除き、決勝で順位の高かった方から10カ国は、 翌年の準決勝への参加なしに、決勝への参加が認められた。ドイツなどのビッグ4の国が10位以内にあった場合は、11位以降も、含めて上位から準2ビッグ4以外の10カ国に入った国は、翌年は、決勝からの参加となった。その他の国々は準決勝からの参加とされた。2007年9月、欧州放送連合の50回目の定例会合が行われ、 翌年の2008年大会からは2つの準決勝を行うことが決定された。2008年以降、前年大会での順位は考慮に入れられず、ビッグ4と主催国以外は全ての国が準決勝から参加することが決められた。主催国、並びにドイツ、フランス、イギリス、スペインのビッグ4の国々のみが準決勝なしに決勝に参加できるものとされた。 二つの準決勝では、それぞれに参加する国々によって、決勝同様に投票が行われ、決勝に進出する国が決まる。自動的に決勝に進出する5カ国は準決勝には参加しないが、二つのうちどちらかの準決勝では投票に加わる。この5カ国のうち、どの国がどちらの準決勝で投票するかは事前に決定される。決勝では、 決勝に参加していない国々も含めて、すべての国が投票を行う。準決勝での投票が終わった後、順位の高かった国々が決勝への参加を認められる。完全な投票結果は、決勝が終わった後に、欧州放送連合のウェブサイトで公開される。1956年大会の優勝者リス・アシアと、2008年大会の優勝者、ジーマ・ビラーン。 ユーロビジョンソングコンテストでの優勝は、アーティストにとって世間からの注目を集め、それ以降のキャリアを築く絶好の機会となる。ユーロビジョンソングコンテストでの優勝が、その後の成功に直接結びついた、最も著名な事例は、1974年大会で、ワーテルロを歌って、優勝を果たしたアバであろう。アバは、この後、当時最も成功したバンドの一つとなった。 ユーロビジョンでの優勝後に大きく成功した別のアーティストとしては1988年大会で私を置いて旅立たないでを歌って優勝したセリーヌディオンの名が上がる。この時の優勝は後の国際的な成功につながるものとなった他方、すでに成功したキャリアを築き上げて有名になっているアーティストが優勝者となることも多い。例えば、 イギリスを代表して1997年大会で、ラブシャイン、A ライトを対、優勝したカトリーナザ・ウェイブスなどがこれにあたる。また、ユーロビジョンソングコンテストでの優勝にもかかわらず、その後、国際的に注目されることのほとんどない、あるいは全くないアーティストもいる。ユーロビジョンでの優勝回数を示す、地図2015年の時点で、アイルランドは、 優勝回数で最多の記録を持っており、7回の優勝を経験している。また、1992年、1993年、1994年と3年連続での優勝を経験しているのもアイルランドのみである。優勝回数で、これに次ぐのがスウェーデンの6回となっている。ユーロビジョンソングコンテストの初期の頃は、伝統的な競合は、フランス、オランダ、 ルクセンブルクであった。しかし、これらの国々はその後はあまり大きな成功を見ておらず、オランダの最後の優勝は1975年、フランスは1977年、ルクセンブルクは1983年であり、それぞれこれ以降優勝から遠ざかっている。ルクセンブルクは1993年以降、大会そのものに参加していない。2000年代に入ると、 ユーロビジョン新山の国々や長年参加していたものの優勝経験のなかった国々など多くの初優勝の国が登場した。2001年から2008年までの優勝国はすべて初優勝であった。2006年に優勝したフィンランドは45回、2017年に優勝したポルトガルは49回にわたる参加の末の初優勝であった。他方、 2004年に優勝したウクライナは参加2回目での初優勝となった。2007年には独立国として初めて大会に参加したセルビアが初優勝を果たした。ユーロビジョンソングコンテストはその音楽に関する面、音楽よりも政治に関する面の双方が批判の対象となっている。大会に参加する音楽を聴くのは多様で国際的な慣習であり、 彼らの音楽的な思考はそれぞれ異なっている。また、高得点を目指してより多くの監修から支持を得られるようにと、その参加曲は無難な王道ポップスとなることが多い。こうした路線を外れた楽曲が大会で成功することは難しく、結果として大会の参加曲はバブルガムポップだとする批判を生み出している。しかし、こうした傾向には例外もあり、 2006年にはフィンランドのロックバンドローディの地滑り的優勝を決めた。また、ユーロビジョンは視覚的なパフォーマンスを伴う大会であるため、その音楽性よりも視覚的な部分で監修の気を引こうとする参加者も多く、派手に気を照らったようなパフォーマンスがしばしば見られる。このため、批評家の間ではよくキッチュの例として取り上げられる。大会は長年、 政治的な影響が見られ続けており、審査員や視聴者による投票では、各国間の関係が影響を与えていると言われている。ユーロビジョンソングコンテストでの投票パターンに関する研究によると、一部の国々は明らかに互いに投票し合い、同様の投票パターンを繰り返す群を形作っているとしている。大会でのこうした傾向を擁護する立場からは、 こうした投票パターンが生ずる理由として、それらの国々では互いに音楽的思考や文化が近かったり、言語が似通っていたりするため、互いの音楽を気に入りやすい傾向があるのだとしている。例えば、ギリシャとキプロスは、繰り返し互いに12点を入れ合う投票を続けているが、キプロス紛争以降の両国は、言語や文化を同じくしており、共通の音楽市場を形成しているため、 一方の国のスターは他方の国でもよく知られているためだと言われる。投票結果を左右するもう一つの主要な要因として移民による投票や少数民族の投票がある。大会では自国への投票はできないが祖国を離れて暮らす移民は自分の住んでいる国から自らの出身国に投票することができる。ある国の少数民族がその出自に関わりの深い国に投票することも 同様である。こうした現象は、かつて、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国に属した、バルカン半島の諸国の投票パターンで顕著である。トルコへの移民票は投票結果に大きな影響を与えており、ヨーロッパ各国でトルコからの移民が多く暮らすドイツやオランダ、ベルギー、フランス、オーストリアといった国々からトルコに高得点がもたらされてきている。 ドラッグクイーンのコンチータブジュストなど LGBT の歌手やアイテムは1990年代以降の大会に多く登場するためヨーロッパのみならずこの大会の知名度が低い北米でも LGBT フレンドリーイベントとして認識されている大会はゲイコンテスト、ゲイのオリンピック、ゲイのワールドカップ、ゲイのスーパーボールと呼ばれることもあるまた2014年の大会では ウクライナの情勢とともに、同性愛宣伝禁止法を可決したロシアからの歌手に、対し、現場の観客らがブーイングを浴びせた。このため、コンチータ・ブルストが優勝した以降、名言しないが大会が、ゲイすぎるとして、不参加を決めた国もある。ユーロビジョンソングコンテストからの派生や、これを模した大会も数多く生まれている、2005年8月、欧州放送連合は、 ユーロビジョンソングコンテストの50周年を記念して特別企画を開催した。この企画はイギリス代表として大会に参加したクリフ・リチャードの楽曲コングラチュレーションズにちなんでコングラチュレーションズと題され、それまでのユーロビジョンソングコンテストの50年の間に大会に出場した多くのアーティストらが登場した。それまでのユーロビジョン市場で最も良かった楽曲を 選ぶ視聴者投票が行われ、1974年大会で優勝したアバのワーテルローが選ばれた。ありがとうございます。